住まいは私たちの生活の本拠です。高い生活水準を誇り満たされた日々を送る私たちの生活も、住まいについてはいろいろと不満も多いようです。この立ち遅れていると言われている住宅問題に、いかにしたら明るい見通しを持つことができるでしょうか。75ヘクタールの丘陵地帯に170数棟のアパートが立ち並び、1万6千人の人々を収容する潮見台団地。今この団地は日本の都市計画につながる団地造成のあり方に光明を見出すものとして脚光を浴びているのです。20年、その間日本の経済は世界でも驚異的な成長を遂げてきました。それは高度に発展した工業によるものであり、またそれを支えた多くの勤労者の祖国再建への熱意とたくましいエネルギーによって生み出されてきたものといえましょう。しかしまたその反面、成長の犠牲としていろいろな社会的歪みを生じたことも隠せない事実です。その社会問題の一つに住宅の問題があります。工場の著しい進出は住宅の憩いの場としての大切な機能を奪い取っていったのです。さらに郊外に追いやられた人々は毎日の通勤に体力的、時間的に大きな犠牲を払っています。膨張を続ける京浜工業地帯はついに用地の不足によってその発展に支障を見るようになり、埋め立てによるその拡張が計画されました。ここ横浜市の港湾に隣接した根岸湾も埋め立てによって一大重工業地帯が建設されることになりました。この埋め立てが完成し新しい工場街が生まれると、一挙に 5,6 万の人口が急増し、周辺の交通事情や住宅問題の混乱は目に見えて明らかです。そこでそのベッドタウンの造成が検討され、あらゆる角度から立地条件を研究し調査した結果、この丘陵地帯が最適なものとして選ばれたのです。ここ根岸湾の埋め立て工業地帯を見下ろす横浜市磯子区磯子町、森町、南区上大岡町の一帯、約75ヘクタールの丘陵地帯を開発して磯子区潮見台と名付け、そこに勤労者用住宅4000戸を建設する。神奈川県住宅公社が過去10年にわたる経験を生かし、近代的都市計画に基づいた住宅の建設に乗り出したのは昭和34年のことです。測量にボーリングに綿密な地質調査が繰り返され、いろいろなデータが揃えられました。団地の区画境界線の取り決めも行われましたが、それまでには地主側との話し合いにかなりの日時を要しました。そして公社側の努力は全面的な協定を成立させたのです。
工事に先立ってその地下排水を図り、建設後の地盤安定のためにまず集水管の敷設が始まりました。新しい街づくりはその土台から完全なものを要求されていたからです。直径200ミリコンクリート製の穴あき集水管が次々に敷設されていき、その延長は3400メートルにも及びました。本格的工事を前に慌ただしい準備の作業が日を重ねたのです。昭和35年1月28日、本工事の起工式が建設現場で行われました。内山県知事、八柴住宅公社会長の手によって桑入れが行われました。いよいよ現実となって現れたその偉大な計画と未来に馳せる大きな抱負。大地を揺り動かしてブルドーザーの活躍が始まりました。新しく生まれ変わるこの丘陵地帯は2つの工区に区分され、それぞれがほぼ並行してその作業を進めました。丘陵の岩石や土砂を削って窪地を埋める、それはこの団地造成の工事における最も大きな仕事の一つです。キャリオールの巨大な働きが新しい平面を次々に作り出していきます。一日も早い完成を、工事は夜に続いたのです。最盛期には70数台のブルドーザー、キャリオールが活動して土砂を削り、窪地を埋め、およそ110万立方メートルの土を動かしたのです。工事の進行に伴って現場から数多くの土器が発見されました。私たちの祖先が来たりて住み、また去っていったこの土地、そんな感慨とともに住宅公社は遠い文化のありようをそのまま大切に保存したのです。縄文の昔、そこに開かれていた祖先の生活。再び冬が来て、春が訪れ、そしてまた雨季が巡ってきました。
現場を泥海にしてしまう集中豪雨や長雨は工事の大敵でした。しかしそんな障害にもめげず、その基本工事の大半を終えたのは昭和36年3月のことでした。今かつての丘陵はここに新しい町を形成しています。見事に立ち並んだアパートの町、遊び場には楽しげな子どもの姿、団地内の小学校からは元気のいい児童の声も聞こえて、町は生き生きとした表情に彩られ、主事の施設も完成した姿を見せてきました。上水道の完全な給水もこの自動装置による排水場で完璧が期されています。近代様式の美しさの中に豪華なホテルを思わせる合理化された文化的な生活、そしてその中に彩られている生活のニュアンス、団地内の病院は健康管理の担い手として明るい街の指標を務めています。膨大な地ならし工事の次に現場はおびただしい下水管の敷設工事が待っていました。この巨大なコンクリート管は近代的都市を目指すこの団地の見えざる文化の担い手でした。清潔な美しい街を作るためには完全な下水道が必要だったのです。下水道管は300ミリから1350ミリまで団地内を縦横に走っており、これらのパイプが新しい住宅地の誕生を支えているのです。見事に画一化された石垣の美しさ、山を削り谷を埋めて新しい平地を生み出しましたが、その広大な斜面の補強がまた大変な仕事でした。擁壁工事のため土木用コンクリートブロックが運ばれて巧みに築造されていきます。またこの団地の画期的なことの一つとして電柱のない街づくりがあります。電気、電話線などそのすべてを地下ケーブルとして道路の両側にある施設帯の地下に埋設したのです。これは今後工事の行われる際に車道を掘り返さなくても済むようにとの配慮から出たものです。さて団地形成の大きなポイントを隠する道路の造成はどのように進んだのでしょうか。この団地の道路は幹線道路を中心に緩やかな傾斜を持って支線一般道路がカーブを描き団地内を巡るように計画されました。
一般道路は道幅は8メートルでアスファルト舗装をし、その両側に1メートル20センチの施設帯が設けられます。幹線道路は車道を幅9メートルでコンクリート舗装し、両側の歩道はそれぞれ3メートルの幅を取り、その下に電気、電話などのケーブルやガス管が埋設されています。道路の舗装工事はまず幹線道路から着手されました。コンクリートミキサーが回り、バイブレーターがうなり、素晴らしい道路が作られていきます。道路の総延長実に6000メートル。大規模な街づくりの将来はこの時はっきりとその輪郭を表したのです。新しい町の息吹は大地に満ち満ちて、交通事情を考慮しての立体交差の高架橋、この橋を渡れば幼い子どもたちの広場です。新設された幼稚園の入園式が始まります。新しい街の新しい目、可愛い子どもたちの交際が始まっています。新しい街に見事な調和を見せたスーパーマーケット、毎日の生活の中に恵まれた暮らしをかみしめる主婦たちの顔は明るい。住宅が住まいとしての本来の機能を発揮した憩いの場所。この街がかつての雑木林や不規則な丘陵であったと誰が想像できるでしょう。建設の仕事は大きな困難を伴った創作の道に通じている。このトンネルも一朝にしてはできませんでした。団地建設と同時に計画された上大岡屏風ヶ浦間の新道建設が進んでいた時、最後の工事として団地の下を通るトンネルの掘削が始まっていました。この工事は硬質土砂の地盤だけにかなりの困難が予想されていました。そのため優れた施工技術と豊かな経験、機械力の三者が一体となってこれに立ち向かったのです。昼夜を分かたぬ硬質土砂との苦闘が数ヶ月にわたって続けられました。鉄筋コンクリートの不燃住宅、日当たりや通風はもちろんのこと、間取りや色彩調和にまで大きな配慮が払われた住みよい住宅。
その建築工事に払われた数々の努力と技術を見逃すわけにはいきません。幾度か検討を重ねた設計をもとに最新の建築工法も採用され、また現場は新しい街づくりの意欲に燃え活気がみなぎりました。昭和42年6月4日、団地造成の完成式が行われました。8年の歳月をかけた新しい街づくりはここに完成したわけです。完成式の行われた団地会館は1階にレストラン、2階には団地の管理事務所、さらにその上には集会場、結婚式場もあります。噴水を中心に四季にわたって色とりどりの花を咲かせる花壇、その広場と見事な調和を見せる商店街には買い物に急ぐ主婦たちの姿が一段と花を添えています。冴え渡る夕映えの中に静かに団地の夜が訪れようとしています。団らん、それをじっとかみしめるとき、新しい町の新しい朝がやってきました。そしてまた新しい生活が始まったのです。恵まれた環境の中の十分な休息、そこから生まれてくるたくましい意欲、大きく胸を張って深く深く深呼吸をすれば、限りない躍動のリズムが踊り出す。
そして小さな芽もすくすくと育つ。磯子埋め立て地帯の完成も間近く、すでに操業を開始している重化学工場の姿は、伸びゆく根岸湾工業地帯の祝福された前途をたくましく表現している。かつては海であったこの路上に私たちは何を見るだろう。繁栄に突き進む私たちの前進、いやもっと大きく躍進していく日本の未来。そこに直結して生まれた新しい町、この潮見台団地は、日本の新しい都市計画に伴う今後の都市の在り方を示した一つの大きなエポックと言えるでしょう。